柳の立ち上がりとか、はい、自打球自分に当たりました。少し痛そうな亀井です。大丈夫でしょうか。トレーナーが飛んできました。これは川上さん、かなり痛そうですね。くるぶしとかそういったところですか。あのレシタがどうなんでしょうかね。まあ、これぐらいなら問題ないと思いますね。まあ、まだ平行カウントです。三塁線フェア、亀井は一塁を蹴りました。二塁に行きました。スタンディングダブル、ノーアウトランナー二塁です。いいかなっていう状況ではあるんですけど、ここも、ここもそうですね、流しました。こういうチームバッティングをしながらホームランも一二塁間バックハンド掴みました。三塁ランナーそのまま前進が功を奏しました。空は、はい、打ち取りました。柳が勝ちました。ジャイアンここは問題ないと思うんですけど、今のような感じですね。はい、レフトへ一旦前に来ちゃうですから。だけど彼からしたら、一人のバッターを抑えるとかそういったものそこまでその他のね、チームではないかもしれないですね。二遊間、あっと投げられませんでした。セカンド若林、記録はヒットです。ショートゴロ、インコースですかね。ボール先行です。川上さんはゲーム球ないなと思いますからね。そういうもんなんですね、はい、ここはショートゴロ強打、ワンアウトです。川上さん、素人的には、はい、ディアヌエバ少しタイミングずらされました。ショート、まあ、このイニングは、ツーアウトからですけど、こういうだショートゴロ、この回は全て強打がさばきました。そうなんですね、ピッチャーの頭の上、セカンド若林、阿部と菅野は今シーズン2の0。ここはキレのあるスライダーでした。今そうですね、いい。僕も菅野投手と対戦ね、現役試合したことよりも消えるですか。窮屈なバッティングはセカンドゴロでした。菅野ね、あ、初球打ち左中間、大島が追いかけます。センターなーと、はー、やっぱ低めボールと思ったのがミット見たらストライクゾーンだしとかなくて、最後、今のようなスライダーってよりも両手でしそういう感じではありましたね。ここは柳が変化球でスイングアウトの三振、そんなに手上げいけないと思うと、したがってやっぱり相手がエース級だとそういうふうに先制マウンドにいる相手のエースも注目するし、はい、逆に言えばこのマウンドに何も出したようなそういった記憶はありますね。バットが折れました。ショートハーフライナー、隠すものはドラゴンズは見えますね。ショートゴロ、ワンナップにも打っては振ってもいけない、これですね。川上さん、これができる、おーという顔ですよ。若狭アナウンサー、スイングアウトの三振、そういうことなんですね。はい、普通にはできるはずですけど、できないという何か問題があるかもしれないですね。追い込みましたが 3-2 になりました。効果も大きなポイントになりそうです。力で押し込みましたが打球は伸びる、ウォーニングトラックの手前、ワンアウトゴロ。川上さんの指摘ですと、このところは少し引っ張りの傾向、これはちょうどいいですよ、そういう意味では、はい、機械としてはこれはあっさり、そうですよね。